まあでもね、やっぱり割り切れないものはあったかなっていうところですよね。うん、だってやっぱり渡せるのはお金しかないわけじゃないですか。でもそれに見合うような時間が過ごせたかというと、従業員にしてみればね、お金を受け取って生計を維持して、そして年だけ取ったみたいなのが現実だと思うんですよ。まあ、ですんでね、やっぱり私は今ね、テクノロジーが発達してきてどんどん人を雇わなくてよくなったっていうのは朗報だと思うんですよね。わざわざ就職活動して自分の貴重な人生を切り売る必要はないかなと。もちろん人力じゃないとできない仕事はまだまだありますんで、そういったところに誰かが配置されるのはまあ仕方がないと思うんですよね。でもやっぱり割り切れないものがあるかなと思います。本当にそれでいいんだろうかとかね、思っちゃいますね。まあ人件費に関しましてはいつも私はそう思ってるってことなんで、人を雇いたくないというよりも人間の命を金で雇うべきではないっていうふうに考えてるんですよね。で逆にですね、お金を払ってでも一緒に働きたいというふうに、金目的じゃなくて一緒にいることとか一緒に何かの学ぶこととか時間を共有することが目的の場合は大いに受け入れたいなと思うんですね。肝心なのは金目的に来ている人に対してお金を払うのは非常にね、非生産的で申し訳ない、そして徒労に終わることが多いと思うんですよ。でも逆にですね、銭金じゃなくて逆に金を払ってもいいから働かせてくださいみたいなね、そういうふうな形で来る方っていうのはお金をしっかり受け取ってあげて、しっかりとこき使ってあげるのがその人に対するまあ愛情なのかなと。昔からだからね、概念は変わってきましたよね。昔はなるべく多くのお金を払って、そして無理をさせないっていうところにあったかもしれません。もっともっと昔はね、こき使って安月給みたいなのがありましたけども、いや今は逆にね、低賃金で働かすことよりもお金を社員から受け取り続けながら働く場とか経験の場を与えてあげることっていうのはものすごく親切だというふうに私は考えてますね。まあ、ですんで、まあ、私もね、人は雇いませんけども、ただ一緒にやりたいという方がいらっしゃったら一定の費用をいただきながらね、しっかりとこき使ってあげることがその人に対しての人生の濃さを担保する、そんなねことになるのかなと思ってますね。ということで今回は以上でございます。人件費に関してお話しました。